バトンを回転させるという意味のバトントワリングとは、アメリカのパレードで行進した音楽隊の指揮者が起源と言われています。バトンを腕や首、体を使って回転させて、バトンを空中に高く投げるのも技の一つ。とても芸術性の高いスポーツなのです。さあ、日本三景松島にやってきました。なんとこちらにバトントワリングの元世界チャンピオンが移住してきたんです。なぜバトントワリングの元世界チャンピオンが松島に移住したのか、そこにはバトントワリングを東北へ広めたいという熱い思いが込まれていたのです。今年1月に松島町に移住した西田武さん、この方がバトントワリング元世界チャンピオンです。宮城ご出身なんですか？ではないです。ではないですね、はい、生まれはブラジルです。国内じゃなくてブラジルの、はい、ブラジルですか？サンパウロ生まれです。戻ってきたところが愛知県ですね。バトントワリングをするそのきっかけっていうのは、はい、そうですね、姉が2人いまして、はい、2人の姉がバトンを習い始めて、いざ何かこう棒を回していたと。バトントワリングで結構イメージ女性とか女の子のイメージがすごい多くて、その中でポツンと男の子がバトンを振り回すとキャーとかうわーって言われるんです。それがなんか快感だったんでしょうね。多分まだ保育園とか幼稚園とか保育園の頃だったと思うんですけど、2歳からバトントワリングを始めた西田さんは、なんと中学生で日本代表選手に選ばれ世界大会に出場。 BL 学園高校ではバトン部に在籍して同級生と共に技術を磨きました。早稲田大学に進学した後もたびたび世界大会に出場。その当時の映像がこちらです。9カ国が参加する世界バトントワリング選手権大会は、その技術や芸術性を競い合う世界大会で年に1回開催されています。水田さんは1997年と98年に団体の一人として出場、見事団体で世界チャンピオンに輝いたのです。世界一を何とか取ることができて、本当に町田も本当にみんなに感謝してますね。フランスで開催した世界大会でも世界チャンピオンとなった西田さんに人生の転機が訪れます。そのブラジルに、こう来ないかと、世界大会にどうしても出したいから押しに来てほしいって言われて、悩みましたけどね、行っちゃいました。それがいくつの時になるんですか？22、3ですね。もう大学から卒業してすぐなんです。はい、教員になることが決まっていた西田さんは、それを断り単身ブラジルへ移住。なんとバトントワリングのブラジル代表監督に就任したのです。自分の生まれた国のね、ブラジルに何か恩返ししたいなっていう思いもあったんですね。バトンを買うお金もないんですよね。錆びついたバトンを使ってるんですね。そういった子どもたちにバトンを教えることによって、バトンが習えることが特別なんだって感じたんですね。社会人までいるね、ブラジル人の子供たちにバトンを教えたっていう、その経験はね、すごい今にも記憶にもちろん残ってますし、課されてますね。ブラジルから帰国した西田さんは2016年に桜バトンクラブを設立。これは子供たちに
バトントワリングの魅力を伝えるための教室で、ミスラさんが代表を務めています。その桜バトンクラブの生徒たちはこの宮城県において元世界チャンピオン自ら指導しています。今日はですね、ちょっとバトン経験してた子たち楽しくワイワイイベントに向けてやってます。今度5月に松島でイベントがあるんで、それに向けて練習してます。そうイベントでお客さんにとにかくね楽しんでもらえるように、そういうノリノリだな音楽と演目とか演出をねしていきたいなと思ってます。みんなでも楽しそうにやってるからいいかなと思って。逆にもうワンスピンの時にイリュージョンして、リバースイリュージョン、ワンスピンの時にそのままこんなにだけで普通に合わせたい、普通に撮るのは一緒に合わせてイリュージョン、はい、行こう。200種類以上あるバトントワリングの技、桜バトンクラブでは一つの技が成功するとハンコがもらえるシステムで教えています。技を一つ一つ達成することが生徒たちの目標となるのです。いかにこう早く上達するためにどうしたらいいのかと考えてテキストを作ったんですよ。一応やり方だけ教えて、その中でやっぱり自分の中で目標がいろいろあった方がいいと思うので、まあ、その一つとしてああいうものがあるとね非常に分かりやすいと思うので、練習している生徒たちにバトントワリングの魅力を聞いてみました。普通のダンスは体だけで表現するんですけど、やっぱりバトンを持って投げたりとか回したりとか、そういういろんなものが表現できるなってところが魅力だと思います。その小学校の頃になんか友達のを見てかっこいいなって思って始めました。イベントとかでみんなと踊ったりして、で協力したりするのが楽しい。やっぱり新しい技ができたりして楽しいです。バトントワリングの魅力を知ってもらいたい、西田さんは宮城県に移住するという決断をしました。そのきっかけとなったのが東日本大震災の地震が2011年ですかね、起きてすぐにもう東北行こうと思って行ったのが宮城県の石巻市で、バトンが流された、衣装が流された、バトンができない聞いたんですね。世界大会一緒に行ってた仲間とか先生たちに声をかけたら、復興支援講習会というのを企画して、想像を超えるたくさんの子どもたちがうわーって来てくれて、少しでも宮城県とか東北のバトントワラ、そして、バトンをねこれから習う子どもたちのために何か役に立てることないかなと思ったんですね。移住しました。すごい行動力ですね。いいのかどうか移住して宮城県民となった三島さんが最初の教室を開催。集まった子どもたちの反応は、トモホルンリンクルからお肌を愛する3日間セットメンズもね、ダリアコーポレーション。少しでも宮城県とか東北のバトントワラ、そして、バトンをねこれから習う子どもたちのために何か役に立てることないかなと思ったんですね。移住しました。5月5日子どもの日、石巻市にあるイオンモール石巻、西田さんが宮城県に移住してから最初の教室が開かれました。バトントワリングの魅力を東北に広める第一歩、幼稚園から小学校まで7人の子どもたちが集まりました。バトンのレッスン初めてだよねみんなね、今日1時間だけどね、短い時間ですけど一緒に楽しく練習しましょう。よろしくお願いします。柿石先生と呼んでください。お願いします。この日集まったのは初めてバトンに触る子どもたち。まずはバトンと友達になれるように簡単な技を教えます。すごい、おやった、しっかり握ってよ。おちょっとでいいからね、ちょっとでいいよ。ちょん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 だけね。フラットリストというのいきましょう。フラットリスト、徐々に難しい技を教えて、それを達成することが子どもたちの目標となるのです。そのやる気は子どもたちの表情に現れます。
こっからこっちに来る。はい、そう、やった。一人でいける。よし、やってみて。こちら、そう、こう来た。チャン、はん、あー、やばい、行くよ。そう、はた、くるくる回すよ。くるん、くるん。どうして小さい子供たちにバトントワリングを教えるのか。そこにはこんなメリットが。体も使いますし、柔軟とか体操技も習えるっていうことと、あと同時に指も使うので、ピアノ習うようにこう脳も使いますし、音楽を使うんです。こうリズム感とかそういったものも身につきますし、今日もそうですけど団体競技なので協調性だったりコミュニケーション能力だったり、そういったものが自然とね身についていくかなっていう、そういったメリットはバトンにあるかなと思います。なんか難しかったり楽しかったり、全部楽しかった。回すところが楽しかった。コロコロってして、ポンって投げるところが難しかった。取るの難しかったね。イベントとかお祭りとかパレードもね、できる競技ではあるんですね。だからそういうもので地域を盛り上げていきたいなと思います。あのバトンを通して人を笑顔にして人を幸せにする、それを多くの子どもたち、宮城東北の子どもたちにね伝えていきたいな、平和なね社会をバトンを通して作り上げていきたいな、そういうふうに考えてます。